羽生現役続行。史上初大技へ、モチベーションは4回転半だけ。ご視聴ありがとうございます。早速、今日も羽生選手のファンへ、情報をご提供させていただきます。フィギュアスケート男子66年ぶりの五輪2連覇を達成した羽生譲る 23ANA が、フリーから1夜明けた18日に平政で会見し、現役続行の意思を明かした上で、 クワットアクセル、四回転半ジャンプに挑戦すると宣言した。22年、北京五輪での三連覇挑戦については明言しなかったが、史上初の大技成功を今後の最大の目標に設定した、快挙を成し遂げて重圧から解放された羽生は、爽やかな表情で今後について語った。まずは、スケートをやめる気はないですと、現役続行を表明。そして、夢が叶って、清ががしい気分ですが、 まだやりたいことがスケートで残っている。4回転半をやりたいと続けたアクセルには強いこだわりがある。最後の最後で支えてくれた。今大会でもトリプルアクセル3回転半はショートプログラムでもフリーでも高い加点を引き出し高得点の要因の一つとなった。小中学生の頃に指導を受けた鈴木翔一郎コーチに教えてもらったアクセルはジャンプの王様という言葉を心に刻みかけてきた思い、時間。 全てが他のジャンプより多い。得意で大好きであることが挑戦の動機だ。成功すれば史上初で16年9月に成功したループに続いて4回転ジャンプの歴史に名を刻むことになる。モチベーションは4回転半だけ。取るものは取った。やるべきことはやった。小さい頃に描いた夢を目標として叶えたいとアクセルにかける思いを語った4年後は27歳。 まだ吹け込む年齢ではないが、22年北京五輪での3連覇挑戦は、今はわからないと明言はしなかった。いずれ訪れる引退後のキャリアについては、世界中を回って、本当に1位を目指している人を手助けしたいと語った。指導者なのか解説者なのか、具体像は見えていないが、ずっとスケートに関わっていく意向だ。今後怪我が言えれば、4回転半の習得に取り組む。 もうちょっとだけ自分の人生をスケートにかけたいと思います。異業を成し遂げても、羽生に燃え尽きた様子はなかった。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。